できんのやってみろや。上層警察署に通報してみろや、ゴミが。できねえくせして。おい。できねえくせ、ほざくなよ、マジで通報とか。な？携帯電話もないんだろ？働いてないんだから。携帯電話もないやつだよ。何が通報だよ。ほんと。通報してみたら？できねえくせに。ほんとお前らあれだよな。コメントだけは強気だよな、いつも。警察誘導、いや、そんなにバンになったらバンにしてみたら。なるわけないじゃん、そんな。携帯ないじゃん、君たち携帯ないよね。君たち携帯ないでしょ。働いてないし。親に申し訳ないと思わないの？ねえ、働きもせず。毎日さ、ニコ生見て、悪口書いて。恥ずかしいと思わないの？ね、親のすねかじってね。ほんと。ブーメラン？いや、君たちとはもう違うからさ。君たちニートとは、俺はもう違うから、今。ね、すねかじって。ね、ほんとコメントでしか強気で書けないよね。コメントだけ強気だよね、ほんと。七色に会いたい。いや、七色に会いたいだよ。七色に会いたいよ。何がいけないの？いや、俺はね、好きだって言ってくれる女の子にはみんな会いたいよ。で、俺はもうだから、一人の女に愛を注ぐってことはもうないから。もう今回の件でない、もう。ね。もうろくなことがないから。一人の愛に、ね、一人の女に愛を注ぐと。放送もめちゃくちゃになるし。だから俺は分かった。ね。俺は深夜の帝王なんだから、構えたらいいんだよ。ね。配信会の帝王であり、深夜の帝王である俺が恋愛なんかしちゃいけないんだよ。そうでしょ、みんな。そんなさ、
こうやって放送してるだけでね、女の子がね、遊ぼうとかね、行ってくるわ、それで遊んだりしたらいいんだよ。うん、一人の女に固執することはない。分かったよ、今回のことで。俺は帝王だから。うん、そんなね、一人のリスナーのために愛を一点に注ぐっていうのはおかしい。うん。いろんな女が好きだって言ってくるのに、じゃあいろんな女に愛を注がないとおかしいでしょ、帝王として。うん。帝王は何人もの女をね、抱くわけだから。そう。だってそうじゃん。だってさ、例えばね、5人女の人が俺のこと好きって言ってきてね。例えばそのうち1人と遊んでね、残りの4人の女が、それで嫉妬して、じゃあヨッサンはもういいやってなるんだったら、じゃあおかしいじゃん。ね、ヨッサンが好きだったら奪えよ。な？私が帝王の女よって言ってさ、ね、それぐらいしろ。うん。そうでしょ、だって。そんな、そういうもんだよ。うん。嫉妬するんだったら、じゃあ、ね、もっと俺のことを責めて、ね、帝王の第一夫人になればいいじゃん。うん、第一夫人に。うん。だかのね、北斗の拳の言うね、サウザーっていうね、帝王がいたんだよ。うん、そのね、女を特会引っかいしたからね。女いすぎて、ね、雑魚に女をこれくれてやる好きにしろっつってね。捨てたんだよ、女を。何百人いる女だから。うん。だからまあ、俺が好きな女は、努力しないとダメ。うん。俺のことを好きな女は、努力して、ね、俺の、第一夫人とか、ね、第二夫人とかあるから。もう、そうするしかないんだよ。今回だけで俺はもう女っていうのはゴミだって分かったから、ね。こんなに信じて裏切られたんだから、俺。女はクズだって思うのは当たり前じゃん。うん。そりゃ本気になっちゃいけないんだよ、女なんかに。そう。だからもう俺は、もう女は信じないから。どんなことがあっても。いやもう本当に何回言うてか、もう俺は彼女いらないわ。じゃあ俺彼女いらない宣言するわ。もう彼女いらない宣言。うん、もう放送の弊害にもなるし、だけど俺が好きって言ってくれる女の子は俺も好きだから会うよ。好きだから。ね。俺に会いたいって言ってくれる女の子は俺は好きだから。うん。どんな女でも俺のね、無類の愛を与えるから。いや、そんな女いませんよとか別にいいんじゃない？ヨッサンのことは好きっていう女の子は。別にヨッサンが他の女のことをとデートしてても好きだって言ってくれる女の子はいるでしょ。